いってらっしゃいませ。楽しんでくださいませ。ここだ。いただきます。これまたこっち食べていいかな。いいんじゃない。好きな方を食べなさい。食べなさい。美味しいものを美味しくいただくのが人生。よくわかんない。名言。むずい。どうやんだろう。ラジオみたいな感覚で聞いてもらえれば。垂れ流し。わかった。聞き流し。はい、じゃあ一人語りしますね。あ、どうぞ。てん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 あれだよ、オープニング曲。何の曲なの。作った。皆さんどうもこんばんは。今日は3月の26日パーソナリティは私とあんたでも一人でお送りします。アロバイハガキがいつ来てるみたいですね。ラジオネームあ、来ました。恋するうさぎちゃん。ありがとうございます。いつも楽しくラジオ聞いてます。あ、ありがとうございます。西村拓哉くんについて教えてください。西村拓哉くんの好きなところはどこですか？あー、そうですね。まあ、一言じゃ言い切れないんで、今度、2時間スペシャルやるんで、そこで話していきたいと思うんですけど、まあ、簡単に言うと全部、リルミラクルで、どうぞ。聞いていただいたのはリトル関西で、リルミラクルでした。リックンと西田くんへの忖度激しいんだよな。すごいんだよな。え、だって、素晴らしい人たちなんだよ。わかるかな？伝わってんのかな？私はね、ひしひしと伝わってます。本当に素晴らしい人間の。私はこう、いろいろ言わなくても絶対に伝わるはずなんだけど、まあ、その機会があんまりない人たちもいるから、めっちゃかっこよくて、二人仲良し。そこ大事。私はこれからも西村拓哉くんと小柴陸くん、まさかど長尾くん、
まあ他にも何人か感染をしてきますけど、一緒に成長見守っていきましょう。はい、ということでそろそろお別れの時間がやってまいりました。来週の月曜日グローブ座にも登録なんで、アクリルスタンド全部並べてください。いいことありますよ。また来週。バイバーイ。ありがとう、お疲れ様でした。はい、オッケー、バイバイさん。バイバイさん。ちょっと待って、ここまでやるの。お疲れ様でしたまでがラジオだから、消すか。バイバーイ。さよならホテル。さよなら。3階です。お土産買いました。あ、でも写真撮った。超美味しかったね。ね、めっちゃ美味しかった。あ、キッズ隣見て後ろ。かわいい。